4ルベルトクイデッティは、スウェーデンストックホルム出身のサッカー選手。ポジションは FW。デポルティーボ・アラベス所属。スウェーデン代表。父方の祖父は、イタリア・エミリア・ロマーニア州フェラーラ出身であり、家族は、ローマにアパートメントも所有している。また、父方祖母から、ブラジル人の血も引く。父親が、ナイロビで、 学校プロジェクトに携わっていた関係で二度にわたって、ケニアに在住し、貧困地域に住む、年上の少年たちと共にプレイした。ブロマポイカルナケニアのリギヌドゴ SC というアカデミーでプレイした後、スウェーデンのイフ・ブロマポイカルナの下部組織に入団した。インテル、UC サンプドリア、SS ラツヨ、AAS ローマ、アヤックスケープタウなど多くのクラブが彼の獲得を、 目指したが2008年4月15歳の時にイングランドのマンチェスターシティ FC と3年契約を結んだ。マンチェスターシティ2008から09シーズンは U-18 チームでプレーし13試合に出場して13得点を挙げた。続けて彼はリザーブチームに招集されバーンディ FC のリザーブチームとの試合でハットトリックを達成して 先月にデビューした。アルスベンスカンの2010年シーズン開幕前、フルスのイフ・ブロマポイカルナはレンタル遺跡でのクイデッティ獲得を試み、アルスベンスカンではわずか8試合の出場ながら3得点、4アシストを記録した。マンチェスターシーのロベルト・マンチーニ監督の希望で2010年夏、プレシーズンのアメリカ遠征に帯同すると、スポルティング CP とのプレシーズンマッチで、 トップチームデビューした。9月22日、フットボールリーグカップ3回戦のウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦で先発出場して公式戦デビューし、ジョーの得点をアシストした。バーンリーへのレンタル移籍2010年11月25日、1ヶ月の短期契約でバーンリー FC にレンタル移籍した。12月26日のバーンズリー FC 戦で、 初めて先発出場し、移籍後初得点を挙げた。バーンリー FC との契約には、レンタル期間を延長するオプションが付けられていたが、マンチェスターシーがレンタル期間延長を望まず、2011年1月にマンチェスターシーに復帰した。UEFA ヨーロッパリーグ決勝トーナメントの登録リストに加えられたが、2010から11。 シーズン後半戦は公式戦に一試合も出場していない。マンチェスターシートの契約は2011年夏に満了することになっており、オランダの f c トゥーエンテへの移籍の噂もあったが、2011年7月19日、マンチェスターシートの契約を3年間延長した。フェーノールトへのレンタル移籍2011年8月31日、移籍期間最終日に、 オランダエールディビジのフェイエーノールトにレンタル移籍した。9月11日のナックブレダ戦でデビューすると、その試合でチームメイトが獲得した PK のキッカーの座を要求し、初得点となる PK を決めた。11月20日のフテッセ戦で初めて PK 以外でのゴールを挙げ、12月11日 f c トゥエンテ戦ではハットトリックを達成した。 2011から12シーズン前半戦は12試合の出場で11得点を挙げ、得点ランキング4位につけた。2012年1月29日、アヤックスアムステルダムとのデクラシュケルでは数日前に、喉の炎症を起こしてベストなコンディションではなかったにも、かかわらず、シーズン2度目のハットトリックを達成し、約6年ぶりのデクラシュケル勝利の立役者となった。 2月12日のフテッセとのホームゲームでもハットトリックを達成し、デカイプでの3試合連続ハットトリックというエール。ディビジでは、東京のオフェ・キントハル以来史上2人目の歴史的記録を残す。フェーノールとの選手の1シーズン3回のハットトリックも2005から06シーズンのディルク・カイト以来の記録。2月18日の r k ートのホームゲーム、雨で苦戦していた後半に、 グイデッティは PK で先制点を決めるが開放感からシャツを脱いでしまい2枚目の警告を受けて退場処分に。グイデッティは人生最悪の瞬間だったと監督、チームメイト、サポーターに謝罪したが、次節に組まれていた重要な PSV とのアウェーゲームを出場停止となった。4月14日のエクセルジオール戦後に食中毒がきっかけとなり、 神経炎を発症。メディカルスタッフの素早い対応で、フットボールキャリアを失うことは避けられたが、その後シーズンの終盤戦は出場することができなかった。しかしグイデッティの抜けたチームは、リーグ最終戦で平連平演を下して2位でシーズンを終え、CL 予選出場計を獲得。試合後に、グイデッティは街中で、サポーターに囲まれ、肩に担がれて、 フェーノールとフラッグを振りながらデカイプでのセレモニーに向かった。このセレモニーの中でグイデッティはスタンドのファンに向けてフェーノールとティル、アイダイと歌っている。このシーズンは23試合で20ゴール8アシストを記録、その数字以上のインパクトと存在感を残したグイデッティは低迷していたフェーノールとの復活の象徴とみなされており、今も ロッテルダムではカルト的人気を誇っている。マンチェスターシティ復帰マンチェスターシティに戻った後に2017年までの新契約にサイン。その後も新契約のリハビリには数ヶ月を費やすも無事に完治。後半戦はコンディションを戻して21歳以下のチームで復帰して6試合で5得点を記録したがトップチームでの出場機会は得られなかった。 ストークシティへのレンタル遺跡2014年1月14日、ストークシティ FC にレンタル遺跡した。セルティック FC へのレンタル遺跡2014年夏の遺跡史上最終日である9月1日に、セルティック FC へのレンタル交渉が行われ、わずかな差でスコットランドフットボール協会への書類提出が間に合わず遺跡はなくなったと思われたが、数日後に、 フィファがレンタル移籍を認めて成立。10月29日のスコティッシュリーグカップの準決勝でパーティックしする相手にハットトリックを達成、10月のスコットランドプレミアリーグ月間、最優秀選手に選ばれた。セルタ・マンチェスターシティとの契約を満了し、退団すると2015年7月11日にリーガー・エスパニョーラのセルタに5年契約で移籍した。 アラベスへのレンタル遺跡2018年1月8日、デポルティーボ・アラベスへシーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。アラベスへの完全遺跡2018年5月29日、デポルティーボ・アラベスは買取オプションを行使し、グイデッキと新たに2022年までの4年契約を締結したことを発表した。ハノーファーへのレンタル遺跡2020年1月17日、 ハノーファー96への2019-20、シーズン終了までのローン遺跡が発表された。世代別代表 U-19、スウェーデン代表としては14試合で14得点を挙げており、この中には FIFAU-20 ワールドカップに出場した U-19 オランダ代表から挙げた鮮烈な4得点も含まれる。UEFAU-21、 欧州選手権予選を戦っていた U-21 スウェーデン代表はグループ首位に立っており、グイデッティが飛び級で出場するまでもないと思われていたが、2010年6月の U-21 イスラエル代表戦と U-21 モンテネグロ代表戦では、不勝離脱中のエースアゴン・エフメティに代わって招集され、U-21 イスラエル代表戦に先発出場した。 U-21 スウェーデン代表では、良いプレーを見せていたにもかかわらず、ヨーガン・レナートソン監督の戦術的な判断により、U-19 スウェーデン代表への招集が優先され、U-19 ポーランド代表戦では4分に先制点を挙げた。U-21 スウェーデン代表が、U、U-21 イスラエル代表に敗れると、グイデッティは、 本大会進出がかかる U-21 ブルガリア代表戦のために再び U-21 スウェーデン代表に招集され決勝点を挙げて1から0で勝利した A 代表2012年2月29日のクロアチアとの親善試合で A 代表デビュー2016年6月5日のウェールズとの親善試合で代表初得点を挙げたありがとうございます